はい、そうですね。パソコン。うん。あ、これね。パソコン前僕自分のやつ買ったんですけど、まあ、また買っちゃいまして、うん、いや好きだねパソコン1万円、1万7000円1万7000円安いでしょこれこれミニ PC っていうジャンルが今ちょっとあって、めっちゃちっちゃいんですよ、弁当箱みたいなサイズのパソコンで。そんなちっちゃいの？そう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 。え、な、うん、何に使うのこれ？いや、ここから HDMI で出すんでしょ。そうそうそう、HDMI 出せるし、そう USB もついてるから。え、これが本体なの？うん、そう、これが本体なんですよ。やばっ。え、なに USB 挿すところとかもあるの？いっぱいあるあるある、うん、あるし、そう USB と、まあ、電源穴と、うん、LAN とかはないのかな、あの Wi-Fi でやる感じだ、スマホみたいな感じだね、有線がついてたかな、まあ、ついてるのもあると思う、まあ、これいいんすよね、まあ、1台あれば、うん、まあ、サーバーとかにも使えるし、出先で配信できるね、まあ、うん、カバンに入れれるよねこれならね、うん、配信者デビュー、うん、これ全然できるな。え、スペック的にはどうなのこれ、ね、見てもよく、これまあ安いんで1万7000円ってもう一番安いやつなんですよこれ、うん、なんですけどこれね、インテル N100 っていうのは10年前のハイスペックパソコンと同じぐらいの性能持ってるんですよ。でも10年前のハイスペック、いやでも10年前のハイスペックって全然今でも使えるんですよ。使えるね、うん、うん、だからなんか話によるとマイクラとかぐらいならこれだけでも動くみたいな。すごいすごい、うん、だからなんか最低限のこともできるし、うん、でもこの安さでしょ、これはもういいかなって。こんな値段でパソコン買えちゃうんだ、すごいね。ねえ、新品だよこれ。欲しくなってくるぞこれ。すごいな。いや別に、まあ、売りたいわけじゃないです使用感ちょっと聞かせてもらって。そうですね、うん、まあこれなんで買ったかって思うじゃないですか。うん、まあそうです、うん、まあちょっと次のスライドって言ってて、はい、ほう、息子に、息子がね英才教育だ、いやそう、これさ最初になんかパソコン欲しいみたいなこと言ったわけさ、はい、もうほんと何年か前だけど、んー、もう2歳とか3歳時に、でもさすがにパソコン無理でしょってことで、すげえな、マセすぎてる、このドラえもんのパソコンってのが売ってるわけですよ。おもちゃパソコンでしょこれ。かわいいね。これね、ノートパソコンなんだけど、ディスプレイはね、あの真ん中にちっちゃくね、こう黒枠の中部分だけでちっちゃい映像の。あ、じゃあ周りはない写真みたいな感じ。いや絵です、これ感じ。パソコンモニター風の絵です、ね。だよね。で、もう喜ぶかと思って買ってあげたんですけど、まあ一週間も経たず、もう触りたくないと。嫌だと買ってあげたのにそう、でもういらないんだなってことで、まあ、今もずっと触られてないんですけど、うん、でそっからあの iPad に行くわけですよ彼は、うん、うん、ああ今 iPad であの YouTube とかね見たりしてもさ、たださあのやっぱパソコン世代の坂本さんならわかると思うんですけど、うん、タブレットってやっぱり情報を見る線のデバイスだから、自分で打ち込んだりとかするのには向いてないわけですよ。はい。うん、というのが僕の考えです。昔ながら。ああ。いや、タブレットで絵描いてるとかもできるんですけど、うん、やっぱり、この一番右の形のデスクトップパソコンかなって思うわけですよ。うん、パソコンというマウスとキーボードがついて、そう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 、マウスとキーボードでっていうところで、まあ今ちょっとこれを、たんですけど、うん、果たして今もうここで上げていいのかっていうのでちょっと悩んでて今保留中なんですよ。おお、悩み相談ですか？そうなんです。あ、悩み相談なんですね僕への。来た来た来た、うん。どうですかね。まあ、ちょっと視聴者さんのコメントとかも後で見ながら、うん、まあちょっとまあどうなのかなって僕的にはもう買ったから。まあ、上げるのはそうなんですけど、うん、まあなんかちょっとルールとかなんかそのアドバイスみたいのがあれば。どうかなっていうところで、まあ、これやっぱ指揮者の坂本さんにもちょっと聞いとこうかな。悩み相談だ、聞いてみよう、聞いてみよう。感じなんですよね。これね。はい。はい。どうでもいいね。僕、申し訳ない。子育ては、相談のジャンルとして扱ってないんですよ。はい、うん、もう、はいはい。子育てだけ唯一と言っていい。うん、まあ、いないからってことか。酸いも甘いも嗅ぎ分けてはいるが、はい、子だけはいないのよ。
あ、勝手に視聴者を子だと無双していつも生きてはいるんだが、うんうん、そうパカって箱を開けたら、うん、大体の視聴者もう30以上のおっさんおばさんなわけよだから別に子じゃないわけよく考えれば自分より年上だったりな、うん、なのでこれはね、うん、知らんと勝手に考えろ、まあ、確かにね、うん、好きにしろってことだ、知らんと、なるほどね、芋食わしとけといいからだいいから毎月芋のケーキ送るから、それ黙って息子の口に詰めとけと家弁、うん、になっちゃう家弁にそれでいいだろうと、うん、黙っ何もするだと、あの与えられるものだけ食ってろと。何歳ですか、うん、今4歳です。4歳でパソコン？早いな。すごくないですか？早すぎだわ。ちゅうかさ、使えるの？いやーなんか才能を感じるよな、その速さは。いやそれがさ、なんか最近小学校1年生からパソコンあるらしいんですよ、授業。ええ？あ、じゃあ今から触らせたいとかいいんじゃん。もう結局小学校1年生になったら触るってなると、あと2年とかしかないわけでしょ。うんで、なんとこれ坂本さんに朗報です。なんすか？小学校1年生で、ローマ字ってまだ習ってないじゃないですか。小学校3年生からなんですよ。うん。小学校1年生は、金打ちでスタートらしいですよ。へぇー。何が朗報だったの？金打ち派の坂本さんのもう仲間がいっぱいできると。まあでも3年生からまたローマ字なんでしょ？あ、よくご存知、よくわかってますね。またそう言ったんだよ。何の話なんだ。3年生からローマ字打ちになるということで、1、2年だけ金打ち。いやそれ意味ないな。まあ初めっからローマ字にあるんだ。へえ。早いうちからやらせた方がいいんだね。うん。じゃあもう今から渡してねえ、キーボードを触るだけでもやらせといたらいいんじゃない。うん。まあそうですよね。うん。やっぱ買ったからね。ちなみにみんな何歳ぐらいからパソコンやってるんですか。俺僕はね小学校ね5年生からやってたんだよね。いや若い。早い。中1。中岡は中1。ちょっと記憶が記憶が小学校あたりの記憶がちょっと定かではなくて、うん、そうやな、算数も分かんないぐらいだもん、やったのかなみたいな大久保は貧乏だったから高校3年生からかな。うん、パソコンがなかったうちに、うん、あ、学校とかになかったの。ああ、いや学校はあったけど、あれはだってちょっと触るぐらいじゃん。あ、まあそっか。あ、パソコン、うん、クラブっていう考えでいけば、うんうん、坂本少年は4年生とか5年生で触ってたんじゃない。え、パソコンクラブ、それがまた記憶になくてね触ってたのかな中学の時は学校のパソコンにエロゲーインストールしてたの覚えてんだけど、うん、精一杯かずっとウッチ投げてたからさ丸山動物園とゴリラとか笑うわけよ。ずっと学生時代ウッチを投げてましたから。丸山の大将だ。なるほど。どうケツにストローさすかも考えてたからちょっと分かってないんだよ、うん、角度計算とかに忙しかったんだな。うん、パソコン、うん、そうだね。はぁそうなのよ、分かってないのよな多分。でもそうだよな、猿がパソコンなんか使わないもんな。まあ今のうち使えてた方がいいから、うん、興味持ってるんならもう全然与えていいんじゃないですか。目悪くなるのだけ気をつけてくださいよ。そうなのさ、すごい目近づけて iPad 見てるからパソコンすればね少し離れるかもしれないんで、うん、その辺も期待ということで、ね、まあ今レーシックもあるんでね、はい、大丈夫大丈夫